はい、こんにちは。今日はですね、韓国の経済情勢についてお伝えしてまいります。現在ですね、世界的な半導体不足という状況の中ですね、4月29日韓国最大手のサムスン電子が1から3月期の決算を発表した。それによると足元の同社の業績は好調だ。事業別の業績を詳しく見るとスマートフォン事業が増収増益となり、短期的に業績拡大のモメンタムは維持されるだろう、このように報道されております。ただですね、中長期的に見てまいりますと、現状半導体分野におきましては台湾 TSMC の躍進力、あるいはですね、スマートフォン事業では中国企業が急速にシェアを拡大しておりまして、サムスン電子を追い上げているということなどからですね、今後半導体分野の競争というのは厳しさを増すことが予想されます。で、背景にはですね、中国では中国政府が国有国営企業などへの補助金やですね、土地提供などによって価格競争の向上を支援しているということもあると思われます。他方アメリカのバイデン政権はですね、半導体分野ということを重視しておりまして、その半導体分野に補助金を出すなどですね、この半導体生産支援などに3000億ドルを投じると報道されております。ですのでアメリカ政府としてですね、半導体分野に積極的に取り組んでおりまして、そこへですね、台湾日本企業も連携するということが予想されております。で、アメリカ政府がですね、自国の半導体企業の競争力向上を目指して産業界への関与を一段と強めたり、半導体生産に必要な機器の対中輸出規制を追加的に強化したりする可能性は高いと報道されておりまして、こうした中ですね、ムンジェイン大統領はこの産業界の連携を重視すると表明はしておりますが、具体的なその経済政策ですね、あるいは半導体分野の成長などの具体的な政策というものはまだ見えてきません。で、このですね、世界的な半導体分野の構図が大きな変化を見せる中ですね、韓国半導体企業が企業の力だけでですね、こうした変化に対応するのは容易ではないと思います。で、韓国の場合ですね、安全保障を頼るアメリカとの関係を基礎に日本台湾との連携を進めて、世界経済全体での半導体の安全供給を目指す方針の策定と具体的取り組みが必要だ。韓国政府がそうした姿勢を示すことは国際社会の安全保障上の責任を果たすために毅然とした態度で貿易の管理を行うことを国際世論に示すことを意味する、このように報道されております。で、こうした姿勢を韓国が国際社会に示すということは非常に重要なわけですけれども、こうした中ですね、韓国のその国際社会の貿易管理における安全保障という意味合いにおいてはですね、日本はですね、日本政府経済産業省から引用しますと、大韓民国との信頼関係のもとに輸出管理に取り組むことが困難になっていることに加え、大韓民国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したこともあり、輸出管理を適切に実施する観点から厳格な制度の運用を行うこととします、このようにしております。で、日本政府は現状ですね、韓国をホワイト国から除外し、半導体など材料3品目の輸出適正化措置を行っております。ですので韓国としてですね、国際社会の安全保障の責任を果たすために毅然とした態度で貿易の管理を行うことを国際世論に示すためにですね、必要なのは韓国としてこの日本のですね、ホワイト国への復帰ということは大きな課題になっていると思います。で、こうした中、WTO において大きな重要なニュースが報道されました。ハンギョレ新聞ですが、 WTO の主要ポストに元外務省幹部が就任、静かに実利を得た日本、WTO 事務総長上級補佐官に元外務省幹部の宇山氏、日本外務省の宇山前審議官が2日、ヌゴジ・オコンゾイ・ウェアラ世界貿易機関 WTO 事務局長の上級補佐官に就任した。読売新聞は日本が WTO の主要ポストに就くのは今回が初めてだと報じた。日本外務省は1日の資料で宇山前内閣官房 TPP 環太平洋パートナーシップ協定など政府対策本部企画推進審議官を WTO 事務局長上級補佐官として派遣すると発表した。宇山補佐官は事務局長を直接補佐しながらアジア地域を担当する予定だと外務省が説明した。上級補佐官は今回新たに設けられたポストで任期は2年であり再任が可能だ。宇山補佐官は外務省経済局国際貿易課長や経済局審議官などを歴任し、中韓日本大使館経済公使を務めたこともあり、韓国に詳しい人物だ。今回日本が WTO の事務局長上級補佐官のポストに就いたのは、日本政府の要請が直接的な影響を及ぼしたものとみられる。
日本経済新聞は同日付で、日本政府は茂木外相を中心にオコンジョイウェアラ氏を支える人材を派遣する用意があると伝えてきたと報道した。日本政府は今年2月に終わった WTO 事務局長の選出過程で、韓国のユ・ミョンヒ産業通商資源部通商交渉本部長と競争したオコンジョイウェアラ候補を積極的に支持し、静かに実利を得たということだ。このように報道されております。ですので、こうした情勢の中ですね、韓国はこの輸出管理問題の透明性ある説明を日本により一層行うことが求められることになると思います。そして世界のですね、半導体産業の構図が大きく変わる中、やはりですね、その韓国は日本に対しまして、その透明性ある貿易管理ということに関する説明を行っていくことがですね、韓国の半導体産業が世界の変化に対応していくことにつながるということをムン・ジェイン政権は理解する必要があると思います。今後もですね、日本はですね、この世界の半導体産業の大きな変化の中にアメリカ、台湾などと足並みを揃え、輸出管理の問題に関しましては毅然と日本の主張ということを世界に発信し、国際的な理解を今後もですね、得ていくということが重要だと思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。